どうもこんばんは、一応です。今日はラグランジュポイントをやっていきたいと思います。前回はこの町来たばっかなんだよね。ここなんだっけ、セラミシティ。そうセラミシティに来たばっかりで、とりあえずすぐセーブして終わったって感じなんで、まあ情報を集めつつ武器防具揃えつつ、まあ次なる展開を導き出していければなとは思ってますが、うまくいくかどうかって感じですね。よし、行こう。まずお金はどんぐらい持ってんだったっけ、どうやってみるんだったっけ、お金。あー、わかんねえな。能力、持ち物、違うな。わかんないね。お金どうやって見んだろうね。まあいいや、じゃあちょっと情報を集めていこうか。タムを知らんかのだ。タム死んじゃったんだよな。かなり危ない目に遭ってきたようだな。しかしこれからが本番だぞ。よし、俺が決め技を教えよう。マジ？ほう。すげえ。決め技を身につけた。はい。やったぜ。これまた強くなったんじゃない？ちょっとこれ楽しみっすね。うん。楽しみ。この公園みたいな、あ、入れるね。これはエレベーターだ。ポートへはこのエレベーターで行けます。サンダー司令の許可をもらって、あー、なるほどね。サンダー司令とちょっと接触しなきゃいけないんだよな、そういえば。あそこにあるのが戦いのデータを記録してくれる端末機じゃ。レジスタンスの仲間がランド2のあちこちにセットしておいたはずじゃ。パスカードがあればすぐ使えるぞ。何？パスカード持っていない？もう一度ベスター1に行ってみなされ。レジスタンスの選手と認められれば市長が発行してくれるはずじゃ。ベスター1ってどこだったっけ？あれ、ベスター1ってどこだったっけ？まだ行ってないよな。ちょっと記憶にないぞ。え、それでこの端末機って何に使うんだろうか。ちょっと待て。何に使うんだろうか。よし、ちょっと武器とか、多分ここだと思うんだよな、司令がいるのが。うん。シュトルテ博士は以前、ランド2の真ん中の研究所にいたそうだが、今ではそこは、バイオの宮殿と呼ばれておる。ああ、制圧されちゃったんだよな、これね。オレギたちバイオノイド3将軍の正体は、プレジデント5の3人でござるよ。知らん。プレジデント5ってのは何なんだ。我らと同じ人間。ほう、人間？バイオカイザーに魂を売ったのでござる。フラチモノ。なるほど。転生しちゃったんだよね、多分ね。うん。武器いいの売ってるよ。ロボテクトも売ってんね。あ、防具。防具買いたいところだな。武器も買いたいよね。エレキスティック。これなんだ？買ってみっか。エレキスティックってなんだろうね。スティックっていうぐらいだから棒なのかな。棒でぶったたくのか。下がるな。ちょっとわからんね。ちょっとさ、オキシドガン、ソニックナイフ。ソニックナイフ買ってみる？あれ、これ弱いやつじゃねえの？そうでもねえのかな？まあいいや、買ってみよう。なんか弱いやつなんじゃねえ？オキシドガン。くっそ。持ち物欄がね、ほんと、大変。これ。ソニックナイフって弱いやつだよね、確か。ほら、全然弱い。なんでこんなの売ってんだ？あれか。合体させるために売ってんのかな、もしかして。そうかもしれんな。ちょっと待って、エレキスティックちょっと残しとこう。
じゃあ基本的に武家弱いのしかねってことか。防具だよな、防具。ちょっと待って、ロボテクト3を買う。はい、ほんであとは3つずつ買いたいところだよね、これ全部だけど、道具欄がいっぱいだからな。はい、あらもうこれめんどくせえ、すげえめんどくせえ。これ売るか、売るか、いらねえもの、いらねえものっていらねえものねえんだけど、 B パックとか売っちゃっていいんじゃねえのこれ。カロリー、まだ買えるよねこれ。カロリー500とかちょっと売っちゃおう。どうせまた買えるだろうから。はいはいはい、 OK。 それであと枠がちょっとできたね。ステロイドって何の意味あんだろうな。ちょっと防具買っておこうか。3つ、アーム3つ買える。 OK、 とりあえずこれ、とりあえずこれで付け外しして売って、また下2つ買うって感じで。メット、手、よし。めんどくせえ、すげえめんどくせえ。よし、上がってる上がってる、いいよ。でチックはロボテクトを、あれ外すか。マジか。じゃあストロさん先だ。つける。で、アームを、アルミナアーム。オッケー。で、売ります。シリコンシリーズ売っちゃおう。はい。オッケー、いいよ。いや、まあ、ロープレイの醍醐味って、結局この武器買って装備させるとかっていうのが楽しいんだけど、なんかこれめんどくせえな。道具欄がほんと狭すぎるから、ちょっとね、厳しい。で、アルミナレッグ3つ。はい。はい、OK。えい。よーし。OK。とりあえず、やれることはこれでやったんじゃない。 B タンクも3000円だし、うん、武器も特別今そう強いものないし、よし、うん、まあやれることはやったって感じっすねこれ。OK。アルミナじゃないや、シリコンボディ、あ、シリコンボディじゃねえや、アルミナボディ、アルミナボディ、アルミナレッグ。あれ1個余るな、ジンやってないか。アルミナレッグ、あれ余計に1個買っちゃった。全部アルミナだよね、アルミナ。あれ、まあいいや。よし、これ売っちゃおう。アルミナレック1個は待ちたね。間違って買っちゃったのかな。はい。で、ロボテクト3を、装備させる。外す。で、ロボテクト3、OK。めんどくせえから下取りとかね、できればいいんだけどね。B パックみたく。下取りできりゃいいんだけど。
装備、デニス。ああ、これはエレキスティック強くなるな。ちょっと待って、もう一個買って、アストロさんにもつけてやろうか。エレキスティック、はい。でもって、アストロさんに。よし、強くなった。ちょっと何回もって、出で入って出で入って、店員さんに怒られちゃうかな。おめえ何やってんだみたいな。まあでもこいつロボットっぽいからな。OK、行こう。ちょ、逃げる逃げる逃げる。ちょっとお話しかけたいんだけど。あ、これはさっき話しかけたな。これはサテライトベースにあるファクトリーでは武器の合体をしてくる。そうそう、知ってる知ってる。レジスタンス戦士の方、あ、これは前聞いたな。フリーズガンと溶液銃でファイヤーガンを手に入れた。あれだよね、火の属性なんだろうな。ここはセラミック騎士団長のサンダーシェルの部屋であるぞ。はい。シトルテ博士、確か謎の場合を科学者と呼ばれていた人でござるが、それ以上のことはちとわからぬな。ござるっていう感じの風貌でもねえけどな。これまたすげえすげえ感じの出ましたよ、このキャラクター。スーパーサイヤ人みたいな。私がサイボーグ戦士の、あ、サイボーグなんだ。キエサだ。私はレジスタンスを助けるためサテライトベースの武器をランドワインに届けたりしているものだ。はあ、君の活躍はもうすっかり評判になっているんだよ。東郷会長も会いたいそうだ。サテライトベース行ってみ、あ、いもう一回行くの。まあいいけど、あのオレギがランドワンにいる限り、私もランドワンの仲間のためにまだ働かなくてはならない。君とはまたどこかで会うだろう。だがこれからが本当の戦いだ。ロボ HP キット1、金縛キットの2つを君に渡しておこう。オッケー。これもしかしたら3人だったら仲間になるのかな、この人。うん。なんかでもそういう感じもするよね。あ、いた。なんかこれ、ケンタッキーのおじさんじゃないこれ。ケンタッキーのおじさん。私はサテライトベースの科学者オーダーです。森田さん、あなたの研究所がサテライトベースに完成しました。東郷会長が戻ってこいと言っています。よろしいですか。私はこれから騎士団の方とオーゾーンシティの調査に向かいます。いずれまたお会いしましょう。ちょっとな、展開が急すぎてちょっとどうしたらいいかわからんけど。じゃあ何、サテライトベース行けばいいのねこれ。またいよいよ、じゃあサテライトベースで武器合体とかできんのかな。セラミカードをサンダーシェルに見せた。はい。私がサンダーである。おお、このカードは紛れもなく我が息子ピエールのもの。なるほど。息子は立派な才能を遂げたのであるか。ううう、このカードはジン君のものだ。見れば年格好も息子と同じ。シャトルも使いたまえ。その代わり息子の分まで戦ってくれ。オッケー、オッケー、いいんだね。オッケー。シトルデ博士のことは我らも調査中でござる。何か分かったら君にも知らせよう。よーし。じゃあ、サテライトベース行くぜ、これ。いいのかな。これだけ、じゃあ歩いて戻るのかこれ。どうなんだろうね。レジスタンスに勝利は我々の言葉です。お気をつけて。はい、アザース頑張ります。はい、パスカード持ってないんだよ。パスカードを見せてください。うわ、カタクナだな。カタクナだ。ビタ一文譲らねえぞって感じの。くそー。まあいいや。じゃあ、サテライトベース戻るか。はい。どう来たんだっけ？覚えてねえな。まあいいや。強いよね絶対。あ、オッケーオッケー、こっちも強くなってるぜ。やべえ、チックが弱い、チックが弱い。まあでも全体攻撃だからしょうがないよな。オッケー、よーし。普通に殴る方強いっすね。殴るっていうか単体攻撃。ちょっと待って、
違う。地図見たいんですよ、地図。サテライトベースモデルには、何だったっけ、一番最初の街行かなきゃいけないんじゃない？石巣だっけ？石巣も戻んなきゃいけないから、めんどくせえな、これ。遠いな。めちゃくちゃ遠いな、これ。くそー。あ、こっちから行けねえのかよ。ちょっと待って、石巣戻るぞ。めんどくせえな。オッケー。援軍呼ばなくていいよ。しかも同じやつだし。いやでもやっぱりね、 BP の消費ちょっと激しいっすね。敵じゃねえや、武器強くなればなるほどやっぱり、強くなればなればなるほどね、なればなるほどあれなんじゃない、 BP の消費激しいんじゃない。もう2回言ったけどオッケー。ちょっとね、びっくりしたんですよ。この3連戦にびっくりしちゃって。ってことはさ、これさ、素早さっていう概念あるんだったっけ？あるね、スピード。これスピード高いキャラクターほどさ、BP なくなっていくんじゃない？もしかして。そういうことだよな。だって、ただ単純にスピード速い人の方がね、行動しやすいですから、まあいいか。 OK、 まあ今のところそんなね、クソほど長いなんていうかダンジョンっていうのはまあ体験したことない。あれ、これどうやっていくんだ、これ。あれ、どうやってここまで来た？覚えてねえな。あ、そっかそっかそっか。下から通ってきたんだったっけ？違ったっけ？そうだよね。下から通ってきたんだよね。そうだった。あれ、でもね、ちょっと待って。あ、いいや、戻ろう。なんかね、外、ちょっとアクセスできそうなポイントだったから、ソーラーカーじゃない。ソーラーカーじゃないよ。モービル、これなんだ、これ。ああ、なんだこれが、乗り物ホバープレーンでなきゃダメなんだろうな。そうだよね、歩いてきたんだよねこれね。地下だっけ、なんか通ってきて。オッケー。いや、こっちも強くなってますよ。でも言っても、うん、オッケー、一撃で落とせるようになってきたからね。よーし、ちょっと一回休んでから行きますね。 BP がちょっと不安なんで。オッケー。たけえなー、おい、100円もすんのかい。100円だってよし、行こう。あれ、こっちからじゃない、こっちか。めんどくせえなこれも。よし、じゃあ戻るよ。歩いて戻るのもめんどくさいんだよね。はい。いや、言ってもこっち相当強くなってるから、うん、武器も強いし、来た時よりは楽にいけるんじゃないか。そういえば新しく切ってもらったけど、試してみたいよね。あ、決め技ちょっと試してみようか。新しい決め技、ちくわ BP 転送しっかり。あれ、ジンが新しいやつ覚えたんかな。金縛り HP、 あれ、ロボ HP、 あれはあれか、回復アイテムか。決め技、
はい、13スマッシュ、すげえ、おー強え、しかも全体、嘘、めちゃめちゃ強えじゃん、これやばくね。いやこれあればさ、めちゃめちゃ楽よな、あのこの雑魚戦倒すの。あ、もう BP 奪う、これやだよね。よし、ちょっともうこれでゴリゴリ進んでいってみようか、数多い場合。ああもうこれまた、だアストロがもう BP 取られちゃってるよね。じゃあやっぱ決め技、ええ、なんで使えない、意味わからん。あ、HP 消費してるからか。今回の決め技、HP 使うのかな。あれ違う、なんでだ、え、なんで、なんで、なんで決め技を使えない、ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんないですね。あ、まあモービルには決め技使えねえのか。いやこの BP 持っていかれるの嫌っすね、これほんとやめてほしいわ。だったらこっちも BP 盗むなんか欲しいですよね、能力というか。まただこれずーりーな、これとりあえず1体落とせ、一体落とせば楽になる。オッケー、くそ、これずりーよな、ほんと。だったら、だったらアイテム欄もうちょっとあの増やしてくれよって話だよな。そうしたら B、 あのなんだっけ、 B パックかバッテリー持っていけるから。そのくせこれさ、バッテリー持っていけます、行かせませんぞっていう感じだから、うん、枠少ねえし。オッケー、いほらなんかダメージがまちまち、35と85。オッケー、ササル倒しまえ。オッケー、早く早くスピード重視よ、仕事は早く正確に安全にやっていただきたい。よーし、着いた。はい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 、オッケー、よーし休もう。オッケー、ちょっとじゃあまた回復して、じゃあ、イシス戻るよ。また、また行かなきゃいけないっていうね。めんどくさいよね。何回、何回イシスに戻って、何回、ね、行くのよって。おっと、モービル。ちょっと待ってね。地図見ていい？地図を見ますよっと。どこだったっけな。もう忘れちったな。でも東の方だよね、多分。東の方行ってみ、あー壊れてる、くそー、めんどくせえなー、おい、けい、サテライトベース行ったらなんかもういよいよ持って武器なんかあれだよね、合体できそうな雰囲気だから、ちょっと楽しみっちゃ楽しみ。皆さん決め技いくか、13スマッシュいくぜ、いくぜ、13スマッシュきためっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。あー、やっぱ HP 減ってるね、相当 HP 減ってる。まあ
これぐらいのリスクはまあ当然ちゃ当然か。全体にあれだけダメージ出すからな。どんぐらい減ってんだろう、割合だと思うけど固定値ではないよな多分。はい、13スマッシュ半分かな、半分かな、もしかして。うん、まあ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 いいや。オッケー、回復する、 HP 回復、 HP 回復、まだ体力をちょっと使っちゃう、 HP を使っちゃうっていうのもまだちょっとあれですよね。今まで BP ばっか気に取られてたから、ちょっとまだここでルーティンを変えなきゃいけないっていう。オッケー、よし、まあまあまあ、でも普通に攻撃して削るぐらいがちょうどいいのかもしれない。あれ、どこどう行けばいいんだこれ、どう来たっけ、忘れちったな。やっぱ日数開けちゃうと忘れちゃうね。全然効かねえ。ちょっとチックさんなんかここに来て弱くなったんじゃない、敵が強くなったのか。オッケー、まだか、よーし。いやーこれさー、あれあれ、ちょっと待って、すげえなんかストレス、この塩化率で道に迷ったっていう。ちょっと地図もう一回見る、なちょっと何回も地図見て申し訳ないですね、何回も地図見て申し訳ないんだけど。はい、全然わかんねえ、全然わかんねえけど全然こっちじゃねえっていうのはわかる。はい、あれどう来たっけな、これ石数戻るだけですげえ楽時間かかるぞこれ。ルーラ的なの使いたいよな、ルーラ的なの。まあ魔法とかないからね、どこでもドア的なの欲しいよな。はい、イシス戻りますみたいな感じでささっとこう戻ってしまうみたいな、なんかそういうの欲しいとこですよね。まあお金稼ぎレベル上げって前向きに考えましょうか。マップファイル、あの橋みたいなのが壊されてたんじゃなかったっけ。いやちょっと北行って北上して、でね、この東の橋は確か壊れてなかったっけ、違ったっけ。何回もこのサテライトベース行ったりするのかな、これ。もしかして。そうだよね、武器合体させたいとかなったらさ、サテライトベース戻ったりとかするよな。OK。まあでも楽しくなってきました、このゲーム。だんだんと。いけないよね。いけないから、あれ？わかんねえ。あれ、どうやって来たっけ？あれ？ちょっとわかんない。ちょっとわかんないですね。うん、まあでも楽しくなってきましたよ。このゲームシステム的なことじゃなくて、この世界観がなんか楽しい。うん。本当に近未来的な感じで。
金でもねえな、金未来でもねえか、結構未来か、結構未来的な感じで。いや東の方行けねえんだよ。どうやって来たっけ。あれ、やべえ、どうやって来たっけか。困ったね。ちゃんとね、